結構間空いたな。今日が4月の、あ、8月 ?9 月入ったな。9月の4日です。じゃあ、この単管をちょっと上に持っていきましょうか。はい、イズログです。今日の動画でですね、なかなか単管パイプで組んだカーポートの、輪郭というか骨格ですね。それが、もうできてきます。で、これ、やっぱ感動しますね、単管パイプ。まあ簡単だからいいんですけど、で、個人的に思うんですけど、その、L 字と単管の自在かな?単管の自在クランプもしくは直角で、まあ一応ネジで締め付けて止めたりするじゃないですか。で、それって、要は、なんだっけ、L 字っていうのと T 字と、あと、単管と単管をまっすぐ、するときに、長さが足りないときには、棒だっけ、なんかいろいろあるんですよね。銀色の金具。で、大体それで今日、それを用いるのと、垂直クランプ、直行クランプだったり、自在クランプでそれ組むのって、あれ、強度的に違いあるんですかね。で、なんかクランプって結局その締め付けるトルクじゃないですか。だから、あんまり単管の強度自体で支えてないのかなという疑問があるんですけど、分かる人教えてください。じゃあ次に、まあ、この木の板を決めていきますね。いや、でももうちょい角度急にしたかったんだが、意外とあともうちょい高く、単管ちょい短く切りすぎちゃったかなっていう感じかな。いやでもまあとりあえず決めていかないことにはどうもこうもないんで、決めていきますか。ですね、この時にもうちょい低く、屋根、たるき、支えるたるきの角度を急にしたかったんですけど、それがならなかったんですよね。で、結局その玄関の下にも屋根がちょっとせり出してて、それが邪魔であれ以上角度つかなかったですね。若干短いんですよね。寸法間違ったな。かなりギリギリということなので、ちょっと買ってきますわ。直線につなぐやつ、本当は横につながないけど、まああれを買ってくれば、まあこの中途半端なやつを使えるんで、まあちょっと買ってきますわ。はいはい。じゃあ速攻ちょっと今ニトリ行って、これジョイントパイプ次買ってきました。なんでちょっと継いでみましょうかね。で、まあこのジョイントで無理くり長さ出してます。もう金がないんで。いやでもね、4月に出た120万ぐらいが痛いっすよ、マジで。だってボイラーも買い替えに なったし、シャワーとか水洗も変えなくちゃいけなかったしで、まあそれでだいたい50万出たんですよ。で、あとは、修繕っていうか、まあ壁のあれですね、漆喰台が意外と使ってるんですよ。18キロ入ってるやつを12巻ぐらい買ってるんですよ、トータルで。だからもうあれで1個1万しちゃうから、12万出てますね。で、あとは、塗料台があれまた10巻ぐらい買ってるんで、1斗缶。いや、意外と塗りましたね、いい面積。で、あれでまあ20万と。で、あとは材でしょう。あとは必要な工具材で、まあ大体2、30万軽く出ちゃいましたもん。だからまあ、4月の段階でドカンって買っておいたんですよね。まあ、それが功を奏したっていうことも言えるかもしれないですね。はいはい。で、まあ一応ね、ビスを1本仮止めして、向こうはまだ止めてないですね。で、一応これでやってみようかなという感じですけど、イメージもうちょいね下げたいんだよな。だから全体的にこの単管をもうちょい下げたいんだけど、そうすると車が入っていけなくなる可能性あるから、まあ車が入っていけるギリギリを攻める感じでちょっと下げてみます。で、ちょっと試しに車入れてみようと思うんだよね。で、その前にまあ、さっきのこのセメントがいい感じで乾いてきたから、残りをちょっと入れてみようと思います。
まあ、一貫線、これだと絶対折れるんですよ。画面の上、右上の方にたるきが渡ってるんですけど、一応その単管と体管の間にたるきを渡しただけなんですよ。だからそうすると雪の重みでたるきだけじゃ絶対支えられないから、絶対バキってまた行くっていうのはまあ目に見えてます。なので、この後たるきの真ん中にですね、車の、まあ、車高に合わせて、まあ、車、特にバックドア開けても当たんないくらいまでの高さに調節して、ちゃんと補強は入れてあります。じゃないともう絶対無理なんで。むしろこの単管の足ごと、冬場の突風とかで飛んでいかれないんで、まあ、それだけは、なんとか。今試しに車入れてみたんですけど、いや、まだまだ急にしていいね。まだまだこの左側下げていいね。いけるわ。ちょっともうちょいガツッと下げようか。ちょっともうちょいガツッと下げようかなって感じですね。さてさて、まあ、これ車をまあ入れ直して実験ですね。ちゃんと車が入ってこれるかどうか、それをまあ見てます。まあでも結果、なかなかいい高さでしたね、これは。ギリギリまで下げれることが分かったので、もうちょい下げるわ。はい、で、ここからがね、なんかあんまりね、うまく撮影してないんですよね。なんかカメラを置いたまんまね、どっかに放置した臭いですね。まあ、あとは全部、たるきをですね、渡すたるきの部分に、たるき止めクランプ、をつけてますね。で、あとは、その、たるき止めクランプをつけた先の、この、長い棒ですね。単管を、まあ、ちょっと、高さを緩めたりとかして、それで、まあ、最後調整しましたね。で、できるだけね、もっと落としたかったっすね。できるだけ、屋根雪が溜まってほしくないから、で、この後、やるかやらないかをめちゃくちゃに迷ってるんですけど、ブルーシートで、屋根のね、軒ら辺を縛って、で、あとはブルーシートで、この、トタンの屋根を縛ろうかと思いますね。要は、軒とトタン屋根の段差をなくして、まあ、雪が、ブルーシートの上に落ちるような感じです。で、ブルーシートは落ちたら、スルスルって、下行くんで、あとは風とかが吹いて、バサバサっと、ブルーシートがなびいたり、動けば、そのままポンポーンって雪が飛ばされていくと思うんで、そんな感じで、冬ごもりをしていこうかなっていう感じです。もうまあ最後の方、どうなんだろうな。まあ、今年の冬、これやってみてからのお楽しみですね。まあ、ちょいちょい、雪下ろして帰ってくるようにはします。こんな感じです。バイバイ。